今回は蓮舫氏、都知事選落選の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、今回の都知事選は、立憲民主党の蓮舫氏が3くらいに終わり、落選したわけだ。これは、予想外の展開だったよな。そうよね。なぜ、蓮舫氏は落選してしまったのかしら？いろいろ理由はあるんだけど、まず重要なのは、小池百合子氏が圧倒的な人気だったってことだな。小池氏、人気あるわよね。そうなんだよ。小池氏は、都政の経験豊富で、知名度も高い。それに、今回は、対策で評価が高かったことも大きいんだ。確かに、対策で、都民に信頼を得たわよね。一方、蓮舫氏は、国政選挙で活動していたから、都政の経験が不足してたんだ。そうなのね。それに、蓮舫氏は、過去の発言がされることもあったよな。あの、ジェンダー発言のことね。そう。あの発言が、一部の都民に反感を買った可能性もあるんだ。なるほど。あと、今回は、自民党から、元防衛大臣の石破茂氏が立候補したことも大きかった。石破氏も、人気があるわよね。石破氏は、人気があるだけでなく、都政の経験もあるんだ。それに、自民党の組織力も大きい。やっぱり、自民党は強いわよね。今回の都知事選は、小池氏の圧倒的な人気と、自民党の組織力、そして、蓮舫氏に対するなどが重なり、蓮舫氏が落選したんだと思う。そうだったのね。あとは、立憲民主党の支持率が低かったことも影響してるかもしれないな。そうかもしれないわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏と知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫氏、東京都知事選で落選したんだな。結構話題になってたよな。ええ、確かに。なんかいろいろ言われてたわよね。いろいろ言われてたって、具体的にどんなことだ？なんか、政策とか、過去の経歴とか、いろいろ言われてた気がするわ。そうだな。今回は蓮舫氏の過去の経歴、特に、国政選挙、都知事選、の両方に出馬したことについて考えてみようぜ。国政選挙と都知事選、両方に出馬するのって、そんなに珍しいことなの？実は、国政選挙と都知事選の両方に出馬する人は、そんなに多くないんだぜ。特に、最近だと珍しいんだよな。へえ、そうなんだ。なんでそうなの？理由はいくつか考えられるぜ。一つは、国政選挙と都知事選は、求められる役割が違うからだな。役割が違うって、どういうこと？国政選挙は、全国レベルで政策を決定する選挙で、都知事選は、都民の生活に関わる政策を決定する選挙だ。なるほど。だから、両方に出馬するのは難しいのか。そうだな。両方に出馬するには、国政レベルと都民レベルの両方で理解を得る必要があるし、両方の選挙で勝つ戦略が必要なんだ。大変そうだわね。さらに、国政選挙と都知事選は、選挙の時期も違うことが多いんだ。選挙の時期が違うのも大変そうね。例えば、国政選挙は、衆議院選挙と参議院選挙があるけど、都知事選は、都知事が辞任したり、任期満了になったりした場合に実施されるんだ。ということは、国政選挙と都知事選が、同じ時期に重なることは少ないってことね。そうだな。だから、両方に出馬することは、非常に難しいんだ。難しいんだね。それに、国政選挙と都知事選は、メディアの注目度も違うんだぜ。メディアの注目度？国政選挙は、全国民が注目するイベントで、都知事選は、都民が注目するイベントだ。確かに、国政選挙の方が、メディアで取り上げられることが多い気がするわ。だから、両方に出馬すると、メディアの注目度が分散してしまう可能性もあるんだ。なるほど。メディアの注目度が分散したら、選挙に不利になる可能性もあるのか。そうだな。メディアの注目度が分散すると、選挙運動がうまくいかない可能性もある。大変だ。蓮舫氏は、国政選挙と都知事選の両方に出馬したけど、両方で勝利することはできなかった。そうね。都知事選では落選しちゃったわね。これは、国政選挙と都知事選は、求められる役割が違うから、両方に出馬することが難しいということを示しているのかもしれないぜ。難しいことなのかしら？もちろん、国
国政選挙と都知事選の両方に出馬して、両方で勝利することも不可能ではない。そうね。ただ、両方に出馬するには、非常に高いハードルがある。なるほど。蓮舫氏のように、両方に出馬する人は、今後も増える可能性もあるかもしれないけど、簡単ではないことは確かだぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さん、一旦ピリオド、について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選敗北で、一旦ピリオド、って発言したんだってな。なんかネットではいろいろ言われてるみたいだな。そうね。一体どういう意味なのかしら？ま、簡単に言うと、政治活動から一時的に身を引くって意味だぜ。一時的に？うん。完全に引退するってわけじゃないんだぜ。ということは、また、政治活動に復帰する可能性もあるってことね。その通りだぜ。今回の都知事選で敗北したけど、政治家としての道を諦めたわけじゃないんだ。なるほど。でも、なぜ、一旦ピリオドって表現を使ったのかしら？それは、蓮舫さん自身も今後のことはまだ決めてないってことを示してるんだと思うぜ。今後のことは未定なのね。そうだな。今回の敗北を教訓に、次の活動に向けて準備をする時間が必要だと考えてるのかもしれないぜ。なるほどね。でも、この発言にはいろいろな解釈があるんだぜ。中には、完全に引退するんじゃないかと心配してる人もいるみたいだな。そうね。ネットでは、いろいろ言われてるみたいよね。中には、今回の敗北で政治生命が絶たれたと考える人もいるみたいだ。それは、少し厳しい意見ね。そうだな。でも、蓮舫さん自身も、今回の敗北は、政治生命を絶たれるほどの痛手、だと発言してるんだ。かなりショックだったみたいね。うん。でも、まだ諦めてないと思うぜ。今回の敗北を乗り越えて、また政治の世界に戻ってくるかもしれない。そうね。今後の蓮舫さんの活動に注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏の都知事選3くらいについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選で3くらいだったんだってな。え、そうなのね。うん、なんかネットでは話題になってるみたいだな。どうして話題になってるの？まあ、いろいろあるんだぜ。まず、前回の都知事選で小池百合子さんに負けたことで、東京都民からの支持が減ったって話があるんだ。そうなのね。それに、今回は他の候補者も強かったみたいだし、政策面でもなかなか支持を得られなかったみたいだな。難しいのね。それに、今回の選挙戦では、蓮舫さんの過去の言動が蒸し返されて、もう多かったみたいだぜ。過去の言動？うん、例えば、以前の民主党政権時代の政策とか、最近の発言とか、いろいろ問題視されてるみたいだな。そうなんだ。まあ、政治家って、過去の発言が常に注目されるから、難しいよね。そうね。今回の選挙結果を受けて、蓮舫さんは、力不足、とコメントしたみたいだけど、今後の活動については明言しなかったみたいだな。どうなるのかな？まだどうなるかはわからないけど、今後の動向に注目が集まるだろうな。そうね。今回の選挙は、蓮舫さんにとって大きな転換期になったと言えるかもしれないな。そうかもしれないわね。政治の世界は厳しい世界だから、これからどうなるか、見守っていくしかないだろうな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は都知事選の小池氏勝利について解説するぜ。よろしくお願いするわ。今回の都知事選、小池氏が圧勝したんだけど、よく考えたら自民党の勝利でもあるんだよな。え、どうしてそうなるの？自民党は候補擁立しなかったじゃない。いやいや、自民党は小池氏を事実上の支援してたんだよ。だって、小池氏は元自民党の議員だし、都知事選で自民党が推薦したのが小池氏だったんだぜ。そうだったのね。でも、自民党が推薦した候補者がみんな勝つわけじゃないでしょ？なんで小池氏だけ特別なの？そこがポイントなんだぜ。小池氏は自民党の支持基盤が強い地域で特に強い票を獲得したんだよ。つまり、自民党の支持層が小池氏に投票したってことになるんだ。なるほど。じゃあ、自民党は小池氏を勝たせるために
何か裏で動いてたってこと？そうとも限らない。自民党としては、小池氏を勝たせることによって、都政に影響力を持つことが目的だったんだよ。だから、小池氏に投票するように支持層に働きかけた可能性は高いよな。ということは、小池氏勝利の裏には、自民党の戦略があったってことね。まさにその通りだぜ。小池氏は自民党の支援を得て、さらに自民党の支持層からも票を獲得した。だから、小池氏勝利は自民党の勝利でもあるんだよな。わかりやすい説明、ありがとう。でも、なんで、自民党は小池氏を支援したの？自民党から候補者を立てなかったのはなんで？それはね、自民党が都知事選で候補者を立てても、小池氏に勝てない可能性があったからなんだぜ。小池氏は人気が高く、自民党の支持層からも支持を得ていた。だから、自民党は小池氏を勝たせることで、都政に影響力を持つことを選択したんだよ。なるほど。じゃあ、小池氏勝利は、自民党にとって、大きな勝利ってことね。そういうことになるな。小池氏勝利は、自民党の戦略的な勝利だったと言えるだろうな。いろいろ教えてくれて、ありがとう。今回の都知事選は、思っていたよりも複雑だったわね。そうだな。政治の世界は奥が深いぜ。これからもいろいろなことを学んでいく必要があるな。うん。私ももっと勉強しないとね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫さんの都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫さんは、東京都知事選で落選したんだぜ。そうよね。ニュースで見たわ。今回の選挙、結構話題になってたよな。そうね。いろんな意見があったみたいね。例えば、子育て支援とか、環境問題とか、いろいろあったみたいだぜ。そうね。でも、蓮舫さんは、なんで落選しちゃったのかしら？いろいろ理由があるみたいだぜ。どんな理由なの？一つは、政策が明確じゃなかったって意見があるんだぜ。政策が明確じゃなかったって、どういうこと？具体的に言うと、子育て支援は、どの程度強化するのか、環境問題は、どの程度対策するのか、などが、明確じゃなかったんだぜ。なるほど。それと、選挙戦で、他の候補者に比べて、存在感が薄かったって意見もあるんだぜ。存在感が薄かったって、どういうこと？例えば、街頭演説とか、テレビ討論とかで、他の候補者に比べて、目立ってなかったみたいだぜ。そうだったのね。それと、過去の政治活動での失言が、今回の選挙に影響したって意見もあるんだぜ。過去の失言？例えば、過去に、ある発言で、されたことがあったんだぜ。どんな発言だったのかしら？それは、今は、あんまり話題にならないように、みんな忘れようとしてるんだぜ。そうなのね。とにかく、蓮舫さんは、今回の選挙で、いろんな課題があったみたいだぜ。そうね。今後の政治活動はどうなるのか、注目されるよね。確かに。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫氏の都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が都知事選に出馬した理由について考えてみるか？確かに、蓮舫さんは国政で活躍されてたのに、なんで都知事選に出たのかしら？いくつか理由があるんだけど、一番大きいのは、やっぱり国政での活動が行き詰まっていたからだろうな。行き詰まっていたって、具体的にどういうことなの？例えば、民主党政権の時の政策とか、いろいろされたよな。ああ、あの時の消費税増税の話とかね。そう、あの件は特に叩かれたからな。でも、蓮舫さんは、その後も、ずっと国政で活動してたじゃない？確かに。でも、結局は、あの時のイメージが払拭できずに、国政で思うように活動できなかったんだよな。なるほどね。だから、都知事選に出馬したのか。そう。都知事選に出れば、国政とは違った形で、自分の力を試せると思ったんじゃないかな。でも、結果的には落選しちゃったわよね。そうだな。都知事選は、国政選挙とは全く違う戦いだったんだ。どういうこと？国政選挙は、統廃路の強い戦いなんだ。でも、都知事選は、もっと個人戦に近い戦いなんだ。なるほど。だから、蓮舫さんは、都知事選では、
自分の能力を十分に発揮できなかったのかもしれないのね。そうかもしれないな。都知事選では、個人の知名度や人気が重要になる。そうね。蓮舫さんは、国政では有名な政治家だったけど、都知事選では、そこまで有名じゃなかったわよね。それに、都知事選では、地域課題に対する具体的な政策を訴えることが重要なんだ。確か、蓮舫さんは、都知事選では、環境問題とか、教育問題とかを訴えてたわよね。でも、都民の関心は、もっと身近な問題だったんだ。例えば、交通渋滞とか、治安問題とかだな。確かに、そういう問題の方が、日常的に感じられるわよね。それに、都知事選では、メディアの露出も重要なんだ。そうね。都知事選では、テレビや新聞で、よく、候補者の顔を見るわよね。蓮舫さんは、メディア戦略がうまくいかなかったのかもしれないな。メディア戦略って、どういうこと？例えば、テレビ番組に出演したり、新聞記事で取り上げられたりすることだ。なるほどね。蓮舫さんは、メディア露出が少なかったのかもしれないわ。そうだな。都知事選では、メディア戦略が、選挙結果に大きく影響するんだ。じゃあ、蓮舫さんは、都知事選で、メディア戦略をもっと意識すべきだったのかしら？そうかもしれないな。都知事選は、国政選挙とは、全く違う戦いなんだ。なるほどね。蓮舫さんは、都知事選に勝つために、もっと戦略を練るべきだったのかもしれないわ。そうだな。都知事選は、難しい戦いなんだ。じゃあ、蓮舫さんは、これからどうするのかしら？それは、蓮舫さん自身が決めることだな。そうね。でも、蓮舫さんは、都知事選で得た経験を、今後の活動に生かしてくれるといいな。そうだな。蓮舫さんは、これからも、日本の政治を引っ張っていく存在になるだろう。そうね。蓮舫さんの今後の活躍を期待しましょう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さんが都知事選で落選した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫さんは2024年の東京都知事選に出馬したんだけど、結果は落選だったんだぜ。そうよね。ニュースで見たわ。で、なんで落選したのかっていうと、いくつか理由があるんだぜ。それは気になるわね。教えてくれる？一つは、選挙戦略の問題だな。蓮舫さんは、都民の生活課題よりも、過去の政党政治での実績を強調するようなキャンペーンを展開したんだぜ。過去の政党政治の実績？それは、都民にはあまり響かなかったのかもしれないわね。そうなんだ。都民は、具体的な政策や、都政に対するビジョンを期待していたんだよな。なるほど。じゃあ、他に、何か理由があるの？二つ目は、野党勢力の分裂だ。蓮舫さんは、民進党の代表として出馬したんだけど、野党全体で統一候補を立てられなかったんだぜ。野党が分裂していたの？それは、都民に混乱を与えてしまったのかもしれないわね。その通りだ。野党分裂によって、投票先が分散し、結果的に自民党候補の勝利につながったんだぜ。そういうことだったのね。そして、三つ目は、都民の政治に対する不信感だ。過去の政権交代劇や、政治家のによって、都民は政治家に不信感を抱いているんだぜ。政治への不信感は、確かに影響が大きいわよね。さらに、蓮舫さんの過去の言動が、一部の都民からされたことも、落選につながった可能性はあるな。蓮舫さんの過去の言動？具体的には、どんなことがあったの？例えば、過去に、移民を受け入れるべきだ、と発言したことが、一部の都民から反発を招いたんだぜ。そうだったのか、いろんな意見があるものね。他にも、過去に、消費税の増税に反対、と発言したことが、一部の都民からされたんだぜ。増税に対する意見は、人それぞれだから難しいわね。結局、蓮舫さんは、都民の期待に応えることができず、落選したんだぜ。なるほど。いろいろ複雑な事情があるのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏東京都知事選落選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫氏、都知事選で落選したんだってな。あのね、今回の選挙、いろいろあったんだぜ。そうなのね。
具体的に何が？まず、蓮舫氏は立憲民主党から出馬したんだけど、立憲民主党自体が支持率低迷で苦戦してたんだぜ。なるほど。支持率低迷って、どういうこと？つまり、国民からの支持が少ないってことで、今回の選挙では、立憲民主党全体で勢いがなかったんだ。そうか。立憲民主党自体がダメだったから、蓮舫氏も負けたのかしら？それだけじゃないぜ。蓮舫氏自身も、今回の選挙では、いくつかの問題を抱えてたんだ。具体的に、どんな問題があったの？一つには、政策の具体性がないって問題があったんだ。政策の具体性？つまり、どんな政策をするのか、国民にわかりやすく説明できてなかったんだ。なるほどね。選挙で勝つためには、自分の政策をしっかり説明する必要があるのね。そうだな。他に、蓮舫氏は過去の発言が問題視されて、されたんだ。どんな発言が問題になったの？例えば、二重国籍の問題とか、過去の発言が今回の選挙ではマイナスに働いてしまったんだ。過去の発言が選挙に影響するってすごいことね。そういうこともあるんだ。あと、蓮舫氏はメディアからのも多かったんだ。メディアからの？特に保守系のメディアから厳しいを浴びせられたんだ。保守系のメディアってどんなメディアなの？例えば新聞とかね。保守系のメディアは蓮舫氏の政策をしたり過去の言動を問題視したりして選挙に影響を与えてしまったんだ。なるほどね。メディアの力ってすごいわね。メディアの力は大きいぜ。特に今回の選挙では保守系のメディアのが蓮舫氏に不利に働いてしまったんだ。そうか。蓮舫氏はメディアからもされたから選挙に負けたのかしら？もちろんそれだけじゃないぜ。今回の選挙では他に有力な候補がいたんだ。他に有力な候補が？今回の選挙では小池百合子氏や宇都宮健児氏も出馬してたんだ。小池百合子氏と宇都宮健児氏もいたの？そうなんだ。小池百合子氏は前回の都知事選で勝利して実績もあるし知名度も高い。なるほどね。小池百合子氏は人気があるみたいね。宇都宮健児氏も弁護士として実績があるし政策もわかりやすいって評判だったんだ。そうか。今回の選挙は強い候補者が多かったのね。そうだな。蓮舫氏はこれらの候補に勝つことができず残念ながら落選してしまったんだ。だから蓮舫氏は落選したのね。いろいろ理由があったんだわ。そうだな。今回の選挙はいろんな要因が絡み合って結果が決まったんだ。いろいろ教えてくれてありがとうね。どういたしまして。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。